こんにちは。今日は2019年の10月の27日日曜日、イベントの日です。ここは熊本県熊本市南区にある JR 九州熊本総合車両センターで、ここでは JR 九州が使っている九州新幹線用の車両を全て引き受け、一括して管理しています。ここまでは博多より専用の臨時列車に乗って直接新幹線で乗り付けました。まあ、そんな珍しいツアーも設定されてるんですけれども、まあ、ここまでね、その珍しい新幹線に乗ることが目的の一つではありましたが、しかしそれはただのアクセスの手段に過ぎないというのがまた嬉しいところ。これから JR 九州がおそらくかなり本腰を入れて開催していると思われる年1回恒例のイベント、新幹線フェスタ、今年は2019、これをじっくり見て回ろうと思います。よろしくお願いします。この間ね、秋田内陸縦貫鉄道の車両基地も見学させていただきましたけど、基本的に整備のために新幹線など、まあ、各車両の下側に入ることができるようになっています。ここでは九州新幹線全線開業の時に新しくデビューした新800系が今ここで、まあ、展示というかね、まあ、置いてありますけれども、これしゃがめば見えるんじゃないかな。よいしょ。お、見える見える。あ、面白いですねこれ。この下に入って台車とか床下機器の点検をするためのスペースです。まるで宙に浮いているようです。リニアモーターカーの開発はもう必要ないのではないかと錯覚します。別に浮いてるわけじゃないですけどね、上から吊り下げてるんじゃなくて、ただ単に下側のこのようにスカスカになっている構造というだけです。何も入っていないこの場所も見学するべきです。中はもう普通に全部フラットになっていて、まあ、各なんていうのかな、各線というべきかな、そこの下をそのまま行きできるようになってるみたいです。まあ、そういう使い方をするのかどうかは分かりませんが、壁沿いにいろんな部屋があって、まあ、鉄道車両だけではなくて、これも結構面白みのポイントかなと思うんですが、洗濯乾燥室、多分なんか座席の枕カバーリネンって言うんですけど、あれの洗濯とかするのかな。すぐお隣には温水ボイラー室、多分これも洗濯用のやつなんでしょうね。次の部屋は何かな。フィルター洗浄室、これもまあ多分洗濯関連ですかね。洗濯だけでも部屋が3つ。またあったフィルター洗浄室、他にもねコンプレッサー室とかあったんですけど、こちらはリネン室、まあ、これはやっぱあれですね、さっき言った多分枕カバーとかそういうのを置いておくための部屋、まあ、これで洗濯完了の部屋ってことかな。私もね営業初列車乗りましたけど、ちょうどたまたま九州にいたんでね、ラッキーでしたが、これは皆さんにもご紹介しました Go ワクワクトリップ with ミッキーでしたっけ、そう書いてあるわ。ミッキーマウス新幹線です。これは本日の目玉車両の一つ。各車両が九州の各県の観光 PR を兼ねておりまして、各県というわけでもないのかな、九州全体のようですけれど、これは阿蘇山の何でしたっけ、忘れちゃった馬がいるところね。それからこちらは、まあ、おそらく別府か何か、九州は温泉がいっぱいありますけど、長崎の九十九島、今月末もうすぐです開催予定のバルーンサガ、桜島かな。視聴者の方からのね記念撮影のご依頼も非常に多く、なんか自分でこんなこと言うのもあれですが、自分も展示品の一環みたいになってるんですけど、まあともかくですね、こんなもんまだ見つけました。有機溶剤と使用の注意事項、人体に及ぼす作用、主な症状、頭痛、倦怠感、めまい、貧血、肝臓障害と書いてありますが、まあ、これね有機溶剤をこのまあ私も聞いたことない物質ですけども、メチルイソブルチケトン、ジクロロメタン、ナフタレン、エチルベンゼン、スチレンと書いてあって、まあ、これ何に使うのかちょっと分かんないんですけど、塗装とかなのかな、まあ、こういう危険な物質も結構使ってるんですね。まあ、化学物質に限らず、やはりこういう場所は危険がつきものですから、まあ、こんな風に、どこに行って誰が何をしているのかというのが、まあ、このように確認できるような一覧表みたいなものが設けられています。安全管理にも、まあ、余念がありません。何か新幹線が燃えれば消火器を使うと、まあ、それからなんか簡単な作業をするとき用ですかね、万力が設置されておりまして、この車庫はね九州新幹線が全通したとき、鹿児島ルートが全通したときに作られた、まあ、かなり新しいところなわけですが、それも割とアナログなものもちゃんと使われています。一旦研修庫の外に出てきたんですけど、やっぱ近くにね新幹線車両とかがないところに立っておりますと、新幹線の車両とかがあるときはねみんなそっち向いてるんですけど、この辺の何にもないところだとみんな他のお客さんにも目が行きがちのようで、特に記念撮影のご要望が多いようですが、研修庫のすぐ脇にこんなのがあってね、大きなプラ船っていうのかな、これもともと何の容器なのかわかんないんですけど、巨大な、まあ、これの中に水が張ってあって、結構良さげなね魚、錦鯉などが飼っています。
これは鯉だけなのかな。亀とかもなんかいそうな雰囲気なんですけど、いないな。これどういう風にして管理してるんですか。 JR 九州の方にね、ちょうどあの聞いたらば親切に教えていただきました。あれは亀なのかな、なんか餌やり当番とかあるんですかって聞いたらね、そういうことはないそうですけど、あの好きな人があのこれをやって、勝手に、まあ勝手にっていうかね、割とラフな感じで自由な感じで、あのみんなでお魚飼育をしているということです。結構本格的だな。よく見たらあのちょっと見えづらいところにね、わざわざ遮蔽してろ過装置の結構いいやつが取り付けられてありますけど、寿製作のやつですねこれね。ちょうどねまた800系が一つ入荷してきたところです。まあこれもちろんね、あの普通に車庫として使ってますんで、いくら大祭り公開イベント中だからといって、あの入宿の出入りが止まるわけではありません。あれがもう一回引き上げ線というか突っ込み線みたいなところに入ったら、さっきね新幹線があの私があの乗り付けてきたあの団体列車がこの中に入るときには、あの奥の引き込み線からスイッチバックをして最終的にここに乗り入れということをしたんですが、これを見ると30番線というのかな、そこにこれから入るようですね。でここにあるこれがおそらく本日の裏の名物、特にね展示車両の一覧とかあのイベントコーナーとかにはあの JR 九州からの紹介はないんですが、これは急線型フリーゲージトレイン機関可変電車というものです。可変機関電車、まあどっちでもいいと思いますが、線路の幅さまざまなものに対応することができるというもので、新幹線と在来線の直通運転ができないか、その模索のために日々実験の材料として使われています。もともとこれは JR 九州のものではなく、確か鉄道設備施設整備支援機構という名前だったと思います。独立行政法人が国土交通省の管轄のもと、まあ、国の施策の一環で開発をされている電車です。日本でねまだフリーゲージトレインというのは実用化されていません。あの高速の新幹線走行とそれから在来線の曲線の多い走行、それぞれで線路の幅を変えながら運行するというのは非常に難しいことだそうで、まあ、最近もねどんどん技術は高まっているんですが、結局長崎新幹線、九州新幹線2種ルートの運行でもこれを実用化することはできませんでした。まあ、本来であればね日本でも本当に珍しいものなんで、あの本日の新幹線フェスタ2019でもこれが展示されますよって書いておくべきなのかもしれないんですが、多分これ私の勝手な憶測ですけど、 JR 九州の持ち物ではないので、あのこれを勝手に、ね、あのこれが展示車両ですよなんていうことはできないのではないかなと思います。ただ毎年新幹線フェスタに来ればこれを見ることができることにはなっているようです。てかいつもあの在来線でね鹿児島本線走っていると、これが試験でやってない限りはだいたいこの場所に置いてありますんで、まあ見ることは比較的容易なのかなと思います。まあ車両の構造を見ると、前側にはねあの客用扉といいますか乗降用の扉がついておらず乗務員用のもののみ、そしてまたその下にはこんな感じドアステップがついていますが、まあ、これを見た感じね E6 系新幹線にかなりそっくりだなと思うんですが、どうでしょうか。あの車両の継ぎ目のところは高速走行に対応したあの全周ホロではありませんが、このドアのところなら本当にそっくりでね、本当なんか E6 系と E7 系を足して2で割ったような形してるな。これが実用化されればもはや山形新幹線、秋田新幹線といったミニ新幹線は必要なくなり、全国一円に広大な新幹線ネットワークが構築されることになります。今度は新800系電車の体験乗車コーナーですが、洗車機の中に突っ込んで、今は洗車はしないのかな。1号車2号車3号車にも指定席の表示がなされています。逃げるかな。洗車は、ね、この先のところでやってるようで、洗車やるところが2箇所どうもあるみたいなんですけど、私の勘違いでなければ、あんなものすごい勢いでワシワシやってるんですね。でも意外と抜ける時間は一瞬でね、あれぐらいで綺麗になるのかな。まあ相当強烈な高圧洗浄でしたからね。めっちゃ現れてる。あんなんなんだ、すごい ね。真正面から見ると本当に E7 系に似てるな。まあ別にそんなにものすごい高速性能を追求する車両じゃありませんからね。JR 東日本とかで使っていた技術を流用すれば同じような形になるのも当たり前ですが、まあ、なんとも面白いものです。でもね確か前面の顔は E7 系よりももうちょっと長かった気がしますけどね。こちらは別の車庫ですが、ピカピカの N700 系新幹線が展示されています。いや、 やっぱりこう近くで見られる機会ってなかなかないですけどね、こんな下の方まで丸い形をしてるんですね。それはそうでなければ時速300キロでもって高速走行することはできないでしょう。
ダブルエアロウィング構造って言ったと思いますけど、この下の方までね空気を逃がす工夫がされているの、こういうところに来ないと床下とかの作りは分かんないですからね。いや横からこう空気の流れを上に逃がす構造もシュッとここ見ててね、いや分かりやすいもんです。 L700 系が従来の700系と比べ大きく進化した点として、この全周ホロが挙げられるんですが、これこういう風にね一個一個取り付けだったんですね。ここの部分から上は取り外されていて、中の様子は初めて見ましたが見ることができます。この斜めに取り付けられているのは車間ダンパーで、700系以前のものよりも取り付けの方法改良が見られているようです。これでね L700 系の動揺は随分削減されたし、また騒音なども2割、そして環境負荷も2割ほど削減、随分大きな効果だということですが、これはうまい展示方法ですね。初めて見ましたよ。大変参考になります。いくら稼ぎ頭花形の新幹線といっても高速走行していればだんだんと汚れてきますが、今日ここにある第5編成、これはね全く汚れみたいなものがね見当たりません。屋根の上は分かりませんけど、どうしてもね高速走行していると黒ずみなども出てくるもんなんですが、全く汚れがありませんから、これ丁寧に掃除したんですね。ピカピカです。お召列車みたい。新幹線の脇に並んでいるのはジャッキアップのための機械で、車体全体を上に持ち上げ下の検査をする時などに使うそうです。多分台車と車体を分離するために使うのかな。この床下機器を見るだけだったらさっきのところに入れればいいわけですので、それを分離するためにはこの工場が必要だってことなんでしょう。お、ちょうどこれね九州旅客鉄道の吹奏楽団今演奏しているのが見られましたが、皆さんこの曲ご存知ですかね。私も曲名は知らないんですが、2011年に九州新幹線が全線開業するとき、その開業の記念コマーシャルとして制作をされたものです。新しく走り出す新幹線を試験運行して、その確か右側だったかな、その車窓側にカメラを設け沿線の人たちに手を振ってもらう、まあ、そういう一大イベントをやりまして、沿線の人たちは想像以上に集まり、みんなで新幹線に手を振る素晴らしいコマーシャルが作れたのですが、しかし残念ながらその九州新幹線開業の前日に東日本大震災が発生し、結局そのコマーシャルは当日放送されることはなかったそうです。後日別の機会で改めて放送ということになって、 YouTube にもそのコマーシャルは出ていて見ることができますが、まあ、それは素晴らしいコマーシャルとして知られています。鉄道の歴史の中でも、まあ、結構ねいろんなコマーシャルが登場しましたけど、まあ、その中に名を連ねる名作の一つと言えるでしょう。演奏の演目はまあ概ね鉄道関連のようです。というかほとんど全てそうなのかな。今ここで流れているのはいい日旅立ちで、国鉄がその販売促進キャンペーンで使い始めた、まあ、有名な山口百恵の曲ですけれども、現在では JR 西日本が引き継いで山陽九州新幹線の車内チャイムとして使われており、本日乗ってきた N700 系の7000番台でもまた流している、まあ、おなじみの車内チャイム、おなじみの曲と言えます。聞き覚えのある車歌ですけれども、 JR 九州の車歌ロマン鉄道、これも本当に有名ですよね。吹奏楽でもともと作曲されている曲ですから、まあ、こんな風に演奏するのも、まあ、見事に合っているわけですが、多分これが最後の演奏なんだろうな。鉄道ファンの中でも最も人気のある曲ですが、1990年代らしい歌詞、これもまた面白いもんで、 JR 九州の社員さん工房で歌詞を定めたんだそうです。いやーでもよかった。もしねこの曲が今回流れなかったら、もう私一人でもう張ってでもねアンコールして、もうもう一回演奏するまで帰らないぞの勢いでアンコールしまくってこの曲をやってもらおうと、まあその覚悟でもあったんですが、そこまでする必要はなさそうです。この曲はもともと JR 九州で運行されている特急列車が終着駅で到着するとき、
BGM として一応その車内放送のバックにかけることができるようになっています。まあただ多分もうほとんどこれを聞く機会はないんじゃないでしょうか。最近ではちょっと影が薄くなりがちですが、 JR 九州の中ではまあこんな風に演奏を上手にできる方がおそらくまあこのようにたくさんいると思われます。アンコールもやらそうですね。アンコール用の曲は何かな。最後の曲はね、線路は続くよどこまでもということでした。日本では旅の楽しさを歌う、まあ、鉄道の旅の歌として知られていますが、この曲はもともとアメリカの民謡で、結構過酷な労働に従事させられる鉄道職員の苦しみ、なんでこんな朝早くから起こし上がってふざけんなみたいな、そんな歌であったということが知られています。まあ、鉄道職員の嬉しいこと楽しいこと、まあいろいろあると思いますけれど、多分仕事ってのはね、なんだかんだそんなに楽しいものにはまあならないんじゃないかと思いますが、JR 九州の方もまあいろいろと本当にあると思いますけれども、そんな中でこんな楽しい雰囲気を私たちに届けてくれていること本当にありがたいと思います。このイベント本当に面白いね。なんでこんな面白いんだろうな。もっと早くからこういうものがあるということを、まあ、私も知ってはいたんですけれど、多分 JR 九州はね、特にこの手のイベントの中でももっと盛り上げようっていう気質が一番かどうか知りませんが、かなり JR の中でも高い部類に入るような気がします。で今ね、お、なんか喋り出したな。普通の JR 九州の方が一人おいでになりましたけど、これからですね、このステージの間に305系マンというのがやってくるそうです。なんか不穏な音楽がかかってラファエルみたいなのが来ましたけどね。うわーかわいそう。なんか悪者が来てですね、筑紫線の運転手さんが今悪者に連れ去られるところです。このように破壊をもたらすフランケンがやってきましたが、結構ね礼儀正しくて綺麗な革靴を着ています。まるで JR 九州の社員さんみたいですね。こちらも綺麗な革靴ピカピカです。あー JR 九州の社員さんみたいだな。なんか持ってきた。ちょっとね、参加者の方ですから映すことはできないんですけども、怖い顔をしながら今日はどっから来たんですかみたいな普通のインタビューをしててね、なかなか面白い対比ですが、こういう映し方だったらいいか。新幹線フェスタ楽しいですか。楽しんでください。優しい。全然悪者じゃありません。見ると黒いマントの下はこのシルエット浮き出ているのを見るに、なんかビシッとしたスーツのような服を着てるみたいですね。まるで JR 九州の社員の方みたいだ。今ね、悪者一味はね、ああいう風にして JR 九州の限定パンフレットを渡しながら悪者の味方になってくれる人を探しているんだそうです。3人探したようですよ。フランケン様、招集完了しました。優秀な手品も揃ったところだ。まずはこの大きな建物を破壊してやろう。これは大変なことです。もはや支配的な地位に立ってしまった JR 九州の新幹線が壊れてしまったら、九州の縦の移動はできなくなるというところでしたが、ここでですね、 JR とリンクした鉄道システム、福岡市営地下鉄、空港線、そして JR 九州筑紫線を直通する305系がなんとここで突如スーパーヒーローに変身し、この悪者一味を今すぐ退治するとのことです。305系マンの必殺技は305系パンチということですが、まあ、おそらくですね、元ネタは黒電パンチとかなんじゃないのかなと思うんですが、
JR 九州では電車特定区間というものが設定されていないので、国鉄時代にも国電が運行されていませんでした。だから、まあ、国電パンチを習得する暇もなかったんだと思いますが、 JR グループの中は大変よろしく、おそらく新幹線の直通運転もしている JR 西日本から国電パンチを受け継ぎ、それを民営化して、今は305系パンチ、まあそんなところでしょうか。なかなかやるではないか、305系マンよと言いたいところだが、これでも同じことを言うとか。JR 九州の運転手さんが人質に取られています。これは大変です。強い305系マンも人質を取られてしまってはフランケンの言うなりになるしかありません。なんかあの隙に逃げればいいんじゃないかって思いますけどね。マイク持ってる暇もあるし。あ、でもちゃんと縛られてるのかな。なんか手が縛られちゃってますね一応。あ、本当だ、縛られてる。抜けそうですけどね。305系マンがこんなにやられてしまって、このままでは空港線や地区線の運行に大変な支障が。頑張れ。この隙に運転手さんが自力で倒せばいいのではないかということを考えてはいけません。運転手さんは無事に逃げていきました。305系マンの好物は呼ぶ子のイカです。あとはみんなの笑顔も好物だということですけど、必殺技の305系パンチも決まって、遠慮なく本気を出せる今、305系マンの前に敵は全くないようでした。そこでね、また西鉄バスの唐津号をやっつけろ305系マンみたいな、そんな展開になったら面白かったんですが、それは非常に面白いでしょうけれど、ちょっとねさすがにそんなこと会社としてやるわけにはいかないと思いますんで、やっぱり敵はああいう当たり障りないものを使うんですね。あとこのフリーゲージ新幹線なんですけど、まあ、会場マップをよく見てみたらね、普通に FGT 展示スペースみたいに書いてありましたんで、別にここにあの置いてあることをそんななんていうんですか、あのイベントの中で特別秘密にするとか、まあ、そういうわけでもなさそうです。多分来年も再来年もこの新幹線車両に動きがない限りはここに置いておかれるんじゃないでしょうか。あんまり詳しくはないんですが、まあ、見てみても台車もどう見ても普通の構造ではなさそうです。まあ、一回のポーランドでね、私はあのフリーゲージ車両に乗ったことありますけど、あの時はあのモスクワからベルリンまで行くドイツとあのロシアの間の列車でしたが、まあ、その時はねそんなに線路の幅も大して違わなかったんで、まあうわーなんか線路の幅変わってるなとかじゃなく、ただちょっとゆっくり走行したら、まあ、知らない間に直通してたって感じですけど、失礼します。あの模型も大変参考になりましたけど、その線路の幅を切り替える区間では一旦レールをなくして、なんか車両、まあ、台車が宙に浮いたような状態で通過するみたいですね。時速10キロで通過できるってことなんで、意外とねその可変機関台車の性能も上がってきてるんだな。ぶってんやんか。こっちはね大口を開けた800系新幹線が止まってますが、まあ、基本的にこの新幹線はあのこのように連結器を取り出すことはないんですけども、多分まあ車庫の中で入れ替え動車によるまあ移動を受けるときか、もしくは何か緊急時に牽引をされるとき、多分このような連結器の取り外しという操作をするんでしょう。いや連結器は取り外さないわ、その連結器カバーの取り外しです。ここにあるこの大きな機械はね、今人が上に乗って歩いて橋のようになってますけども、この上に鉄道車両を乗せて、そのままこのレールに沿って、これ非常に広いレール幅なんですが、こっちとそれからね向こうにもう1本レールが敷いてありまして、この2本のレールでもって横に
まあ、この画面で言えば垂直に車両を移動させるための装置です。まあ、それによってね、例えば、まあ、多分ここがね C の4番なんだと思うんですが、この C の4番に入れていた車両をこっちの C の3番に動かしたり、あっちの C の2番まで持ってったりということをして、それぞれの場所の移動するのだと思われます。またこれ何を運んでるのか分かんないんですけど、福山通のやつですね、これ発送のですね、こうなんか注意表みたいに貼ってありますが、取り扱い厳重注意、この商品は絶対に破損のなきよう細心の注意を払って取り扱いのこと、発生の際には即発展へ連絡すること、精密機器、衝撃、現金、もうなんかただごとではなさそうなね、これ何の精密機器を運んでるのか分かりませんけど、まあ間違いなく新幹線用の部品ですよね。これは部品置き場のようでして、いろいろとたくさん置いてあります。まあ、こっちにもね部品の中、今のなんていうの、棚卸し高みたいな、まあ、ここにね数が記録されてるわけですが、まあ、これを見るとなんか N700 系用のホロとかね、そういうやつが多分そういうやつなんだろうな。1個11,130、これ映しないとか大丈夫だと思うんですけど、別にまずかったら見えないようにしてると思いますからね。へえ、ホロ1個1万円するんですね。多分なんかその全周ホロがね、こうパーツパーツというかピースに分かれてましたけど、そのピース1個で1万円するんでしょうね。多分そうなんじゃないですか。これは多分8年前の JR 九州の展示物でしょうね。こんなのもまだ残ってて、で今日は展示されていますが、その時に全線開業の時に、新しくデビューした800系の新造車両、新800系の内装とか、 N700 系8000番台の車内はこのようになってますよという案内とか、それから、まあ、当時の所要時間と、まあ、現在の所要時間、まあ、当時はねもちろんその時が現行でしたんで現行という表記になってますけれど、その変更このようになりますよ、比較の画面などいろいろ、もうすでに一昔前っていう感じがしますよね。ちょっと懐かしいな。私はこれ自体は本物は見たことは今までなかったですけど、ここに展示されているのはね、まあ、奥の幕は式典用の何かを流用してるんでしょうけど、これ九州新幹線が熊本地震の時に脱線してしまったんですが、その時に脱線した実際の台車だそうです。でこの黄色いものは脱線復旧のための機器で、多分この手前のやつはジャッキアップ、この装置を動かして多分油圧によって下のこれですね、これをこう動かしてですね、台車を上に持ち上げて、そして元の線路上に戻す、まあ、おそらくその一連の必要なものをすべてここに展示してくれているんだと思います。なんか変な幕を出しながら来たぞ。これなんだ、これ光岡山って書いてあるんですけど見えますかね。全然関係ないじゃないですか。ここに光号が来るはずもないし、岡山行きはまあもしかしたらあるのかもしれないけど、多分サービスで出してくれてるんだろうな。これ見えるかな。うん、怖いから後でします。